し並びだ。まさかだろう。あの宝くじと弁護士を合わせて9,000万。ないのか？いや、あるある、捨ててないから絶対ある。どこなんだ、どこしまったんだ、覚えてんだろお前。ちょっとうるっと、ポシェットだ。ポシェット、ポシェット、どこだ私持ってた。あーだよ、もう私バカバカ9000万だから。ない、ないわけないよ。ちょっと貸してみよう。ない、どっかしまったんじゃないのか。いや、あんた今日お兄ちゃんがこんなの働けないってばらまいて、それがどうした。俺は拾ってねえぞ。探せ探せ。私出かけるからさ、今来て。はい。なの大きな声。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、明日まで置いとくなんて。はい、今、佐野、やべ、先だ。ああ、一体何の騒ぎなの。どうしたのよ。なんでもないです、お兄ちゃん、ベッド運んでくる。ねえ、私の手探しとく。探し物。いや、あの、ハンコ。そうそう、行きましょう、行きましょう、行きましょう、参りましょう、参りましょう。もう一回冷静で考えよう。いいか、俺がこうバーって宝くじをばらまいてたら、どうしたんだ。ああ、どうした。あの時ね、和也さん拾った。拾った、拾った、拾った、確かに拾った。そうか、拾ったか、拾った。どうして。ああ、何、週刊誌まで挟んだ俺。嘘、週刊毎日、週刊毎日。週刊毎日とか言ったし、週刊毎日。あれは今兄貴が用意で、ああ、廃品回収出した。マンションのさ、自治会でやってる廃品回収出しちゃったよ。バカ野郎。廃品回収 の業者の連絡先分かりますか。そう、あの大切なものを本に挟んで出しちゃったんですよ。そうそう、それは大変ね。どこに書いてあったと思うんだけれども。ちょっと待ってくれ。今からそんなこと言われたって言うんで、これだけの山の中から探すんだよ。すいません、これ全部ほどいて探してまた縛り直してみな。3日や4日で終わらないよ、そんなもの。やります、全部自分でやりますから。だから何を探すんだって聞いてんの。あ、金です。へそくり、へそくり。へそくりってなんぼ。いくら、へそくり。100万円。探すのをお手伝いしましょうかね。いや、だからあくまで100万円ぐらい。そう、ぐらいでもいいですからね。お手伝いしましょう、ね、いいです、自分の大丈夫。私はね、紙くずのプロ。これ探すのでコツがいるから任せておいてね。昨日のはこっちだ。これこっちだ、ね、これは段ボールだからダメ、ね、こっち週刊誌が来る。これだ、これだ、これそうだ、これあのスーパーメイウゾ港区アザブだから、アザブはここだ、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 アザブは100万円。ここだ、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 
ったか。ないよ。はあ。役所どうしよう。行けば。兄貴は会社。俺行かねえ。よく言えるね、こんな時に勤め行くなんて。行きたいやつはね、行けばいいんだよ。だって、ま、分け前はないけどね。探そうかな。あー、もう参った。カズ兄ちゃん、わかってるよ、もう。あった。え、ほら、すんじゃねえのか。でも分けるって言ったろ。当たり前なら何とでも言うさ。気が変わるってことはあるよな。俺たちが出て行ったらよ、とんずらしちゃったりしてな。50万ぐらいくれてな。9000万だぞ。どうする。どうする。アルバイト休め。なんで。あの子引き止めとくんだよ。どうやって。じゃなかったら宝くじお前預かるところがあんのかしてさ。預けるかな。だってお前、俺はあの子を飛び降り自殺しようとしたのお前助けたんだぜ、うん、いくらかもらえてもお返しかないと思うね。そっか、そうだよな。あの子の下敷きになって怪我までしたんだもんな。無で俺はダメだと思うよ。金が入ったらもう人にはやりたくないんじゃないの。俺だったらそうだ。何か一恵はないもんですかね。はっきりいくらくれるって切り出したらいいんじゃないの。そりゃ言えないんじゃないの。いくらなんでもこっちからはさ、気取ってたって仕方がねえだろ。じゃあお前が言えば。前によ山分けするって言ってたよな。そんなの、そんなこと言ったってとぼけられたらそれでおしまいだよ。そうか、テープか年始かなんか取ってきゃよかったんだ。まさか一並びの宝くじが当たるとは思わねえもんな。とにかくさ、いなくなっちゃったらおしまいだからお前なんか頼むな。オッケー、頑張ってみましょう。やだあの、それさ、お金に換えられるまでに1週間ぐらいかかるんだからさ。そっか、毎日ってこともあるんだね。そうそう、毎日毎日あるものだって。じゃあ、ね、預けとこうかな。気をつけてね。はい、確かに預けたからね。オッケー、これね、ちゃんとほら俺の財布にこうやって、いいか、ちゃんとしまうからね。これ、バッチリだ。オッケー。ねえ、9000万ってどれぐらいあるんだろう。こんなかな。さあ、さってと、となると俺はバイト投資しようかな。あ、行けば。そうだ、うん、行けば。だけどさあ、京子ちゃんは好きにしなさいね。そうそう、
じゃあお兄ちゃんがね、いいものをあげましょう。はい、ね、映画でも食事でも行ってきなさい。いいよ、私9000万持ってるし悪いから。ね、じゃあ貸すことにして、後で利子をつけて返してくれればいいから。気持ち悪いな。じゃあ、お言葉に甘えてもらっとこうかな。うん、ありがとう。これさえ持ってればな、あの子どこへも行く気遣いないよ。どうした？あのさ、このままあの子はどっかへ行っちゃうだろう。そうすると宝くじは俺たちのもんだよな。え？どういうこと？いやだからさ、これあの冗談だよ。いや冗談だけどもさ、例えばほらあの交通事故に遭うとかさ。よそうよ、そういうこと考えんな。そういえばあの子死のうとしてたよね。もう死ぬ気はないのかな。よせって、そういうことって考え出したらな、ぐーっとなってそういうふうに考えるようになっちゃうんだよ。それしか考えられなくなっちゃうんだから。分かってるよそんなこと。でも9000万だよ。俺とにかくな、午前中は家にいるからさ、あの子になそれとなく金の使い道聞き出してみるよ。あ、もう兄貴行かないで。あ、そう。あメダカさん、メダカさん、3人揃って何の相談？ちょっとさ、いるんだよ、言って声かけてくんなきゃ。あ、ごめん。じゃあ行ってきます、行ってきます。いってらっしゃい。ちょっと、はい、ちょっといらっしゃい。はい、なんですか？さっきいらっしゃい。なんですか？言いなさいよね。いや、まあ、あんたちょっとおかしいわよ、この頃ね。何なの、言いなさいよ。何でもありませんよ。行ってごらんなさいね。ご褒美あげるくらい行ってごらんなさい。ねえ、あんた熟した女知らないでしょ。ちょっと、あずささん、子供しか知らないじゃないの。いや、なんなのよ。宝くじです。宝くじ？いや、今うちに来てる女の子宝くじ当たっちゃったんですよ。本当に？いくらなの？九千万？いや五千万？一千万？一体いくらなのよ？誰にも言わないでくださいよ。100万です。100万？あんたたち100万で大騒ぎしてんの？いや、100万だって大金ですよ。なるほどね。ご褒美。しない方がいいわよ。家のローンとね、息子さんの進学でイライラしてるんだって。家のローンか、月々8万ぐらいの金でおたおたしなさんなって言うんだ。あら、そんなこと言うんだったらこの間の6000円返してよ。ほら、総務課のコンペの時私6000円立て替えてあげたじゃない。返すよ、返しますよ。2倍にして返しますよ。2倍？オーストリッチのハンドバッグぐらいつけてやってもいいかな。本当？まあね。どうしてそういうこと言い出すのよ。え？代わりに何か欲しいんでしょ。そういうことなんだ。何も欲しくないよ。嘘。うん？お待たせしました。あのね、ここにマンションの部屋番号が抜けてるから書いてくれるかな。はいはい、うん、17階ですか。はい、17階か。何か、はい、
どうぞ、あの椅子でお待ちください。兄貴の家に飛び降りた時さ、死のうとしたわけ？うん。なんで死にたくなっちゃったんだよ。よく覚えてないんだ。なんでさ。なんていうのかな、気がついたらね、階段登ってて目の前に柵があって死んじゃうっていうよりも、こう眠る前にさ、なんかほら、あー寝ちゃう、気持ちがいい、誰も起こさないでって時ない？あ、あるあるある。そんな感じで飛び降りたんだけどね、全然怖くなかった。死のうっていうからにはさ、理由があるわけだろ。彼氏に逃げられちゃったっつったよね。借金こさえて逃げちゃったんだ。ひでえよな。京子ちゃん、その男のこと愛してる？好きだった？今でも愛してる。それ裏切られちゃったんだもんな。楽しい時もあったんだろう。男のために尽くして裏切られちゃったんだもんな。死にたくもなるよな。寂しいよな、悲しいよな。私ね、三沢におばあちゃんがいる。何でも やってる。あのさ、バカなこと考えない方がいいよ。そら死んじゃったらいっぺんに楽になっちゃうけどね、その男のことも何もかも一瞬のうちに忘れられるけどさ。じゃあ俺出かけるわ。バカなことは考えない方がいいよ。行ってきます。そっくりこっちに入るわけだろ。いや、そう思ってそういうムードに持ってったわけよ。そしたらすっかり沈んじゃってさ、俺出かけるとき見たらさ、ベランダに出てんだよ。やばいかな。バカ野郎、やばいに決まってんだろ。もしそうなったらどうすんだよ。後味悪いなんてもんじゃねえだろ。お前下手すりゃお前こっちが疑われることだってあるんだぞ。とにかくすぐ見てこい。すぐ行ってこいよ。穏やかじゃないわね。いや、別に何でもないんだ。さ、食おう。分かった、女の子騙したんだ。違うよ。脳出血で倒れたみたい。ああ、なんだ、
どうしたの？なんかあったの？いや、なんでもない。三郎さん帰ってたんだ。どこ行ってたんだよ。え、買い物ちょっとほら、下着とかいるしさ。黙って行くな、黙って。そんなこと言ったってしょうがないでしょう、誰もいなかったんだから。あ、ねえねえねえ、それじゃな、なんで帰ってきたの？なんでもないよ、忘れ物だよ。嘘。本当だよ。いいよ、私に気使わなくても。何が？もうとっくに卒業してるから。学校か？バーカ。男と女のあっちの方。なんでそんなこと言ってはすんだよ。私ね、結構スレッカラシだからさ。京子ちゃん、京子ちゃん好きだよ。お兄ちゃん、おかえりなさい。何やってんだお前。違う、何だよ。違うよ。そのこと心配させてやった。お前、はい、キネルが飛んできてみれば。何だよこの高輪よ。二度と二人は会えなくなるの。それとも愛は深まる。Catch my heart.